Hüp.
Pip. Yes.
Hip.
Thank you.
Huh.
Saba, Saba.
当たらぬな。このままではまた皆を守れぬ。リンク、驚いたな。このような場所で会うとは。そなた、いつも突然やってくるんだな。ほう、よし。
ビューラ、我らの到着までよく持ちこたえてくれた。今回ギブドに雷が効くと確認できたのは大きな収穫であったな。ゼルダ。竜巻がゲルドの町の方に発生し、ゼルダもそちらへ向かって消えた。ビューラ、町へ戻るぞ。リンク、我らは先に行く。町で落ち合おう。
ほう。街の外に魔物が現れたぞ。各門の守りを固めよ。東門の巣から敵が湧き出してきたぞ。迎え撃て。門の巣からも湧き出してきた。町に入れるでない。よし、この巣はもうギブドを出すことはできぬ。西門の巣からも敵だ。わらわの雷撃であれを破壊する。よし、この巣もこれで大丈夫だ。
敵は際限なく湧き出してくる。全ての巣を破壊。よし、巣は全て破壊した。あと敵が町中心部まで迫っている。攻撃に備えよ。目前の敵を排除せよ。街中に敵が残っていないか確認せよ。一体たりとも残すな。
Thank you.
ほう。ほう。
わらわに力を貸してくれ。行くぞ。こいつがキブドの親玉か。だっ、白くなった。もしやキブドと同じ性質か。奴が弱ってる。今なら攻撃が効くはずだ。砂で前だ。やつはどこだ。この炎では先に進めるな。リンク！止まった。これで先に進めるぞ。今度は火の玉か。またも足止めだな。だ
今度は火の玉か。またも足止めだな。玉が止まった。よし、すぐに追いつくぞ、リンク。
子孫よ、我が子孫よ、そのからくりはこの神殿の頂上へとつながっている。汝の力を使い、四つの蓄電池に雷の力を込めればからくりは目覚めるだろう。我が導きに従うがよい。こちらの探索は任せたぞ、リーク。
と。これが蓄電池。わらわの雷槌、うまく、よし、残るは3つだ。
前に進めるな。残るは2つだな。リンク、一気に行こう。おお、トゲが止まった。ここは通れるようになったな。Thank you.
よし、これで残る蓄電池は一つだ。よし、蓄電、これで中央のからくりが目覚めるはず。行こう、リンク。今度こそ決着をつけるぞ。よし、ここなら奴に逃げ場はない。追い込むぞ。Thank you.
んだのだ。囲まれないように気をつけろ。鋭いイカたち、そろそろ回復した方がいいのだ。あの光、何かに使えないかも。よし、子孫よ、我が血を継ぐ者ルージュよ。その声は我らにずっと話しかけてきていた。
我は汝の遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゲルド族の戦士にして雷を司る賢者なり。力強き雷を放つ汝の戦いぶりは見事。さすがは我が子孫ゲルドの誇りよ。あれは砂人の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石が汝の手に渡るのを防ぐことだった。魔王、秘石。そう、その二つが汝に大きく関係してくるのだ。故に心して聞いてほしい。封印戦争と呼ばれる戦い、そして我が一族の宿命を。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れた。それこそが魔王、我らゲルドの長であった男が力への猛襲の末魔物と化した姿だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術として秘石を我らに渡した。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。我もその一人、雷の賢者として秘石を携え戦いに臨んだ。しかし奴は強大であった。我が雷撃にも動じぬ頑強さ、揺るがぬ覇気。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。それが封印戦争。そのしばらくの後、6人の賢者が1人、時の賢者が我が元を訪れ、ゲルド族の宿命を決定づけた。魔王の封印はいずれ解け、目覚めます。その時彼に、剣士リンクには対抗する力がなくてはなりません。どうか彼に力を貸してください。雷を司るゲルド族の力を。我らになすべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの大願。魔王を生んだ一族の責、その償いも込め応えよう。我がゲルド一族は魔王復活の時、再び雷の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。これが封印戦争の顛末と我が一族の宿命だ。汝らの活躍でゲルドの町は救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫ルージュ、どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。リンクと共に戦うのがわらわの宿命だと。族長としての任、賢者としての宿命、そしてリンクとの共闘か。面白い。
魔王とやらにこの世界を好きにはさせぬ。この秘跡、わらわが受け継ごうぞ。わらわは雷の賢者。見よ、これが賢者の力だ。はっ！リンク、手をこちらに。雷の賢者、ルージュの名においてそなたと共に戦うことを誓う。受け取れ、これがその証だ。その指輪で、わらわの力はいつでもリンクと一緒だ。やっと、そなたに恩を返せそうだな。では、町に戻るとするか。さあ、
ああ。へえ。Thank you.
Good.